椿ファクトリーの尾形梨沙です。本日4月29日で椿ファクトリーは結成5周年を迎えました。いつも皆さんが支えてくださっているからこそ迎えることのできた5周年です。いつも本当に応援ありがとうございます。そして皆さんもおめでとうございます。今年は残念ながらイベントなどでね、お会いして一緒に記念日を過ごすことはできなかったんですけれども、同じ時間をね、形は違えど、こうやって一緒に過ごすことができて、私は今とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。さあ、早速本題に入りますけれども、椿ファクトリーが結成5周年を迎えた今だからこそ聴いていただきたい一曲、私が選んだのはですね、Just Try です。この曲はですね、メジャーデビューシングルの中の一曲なんですけれども、つんくさんが作詞作曲をしてくださった、聴けば聴くほどどんどんハマる、そんなかっこいい一曲となっております。この楽曲を選んだ理由としては歌詞なんですけれども、まあ、この昨今の情勢を踏まえた上で、私がこう伝えたいメッセージというか、私の気持ちをこの歌詞にね、載せて皆さんにお伝えできるかなと思ったので、選ばせていただきました。とってもね、力強いメッセージ性のある楽曲なんですけれども、中でも一番聴いていただきたいのは、とにもかくもやってみなきゃ始まんないというサビの歌詞なんですよね。この楽曲の中でも一番聴いてもらいたいところなんですけれども、前向きに皆さんと私たちと一緒にどんどんこれからも歩んでいきたいなっていう気持ちがあるので、この曲を聴いて、ぜひそんなメッセージを受け取ってもらえたら嬉しいなと思っております。さあ、ということで、この後この Just Try のミュージックビデオ映像を皆さんにご覧いただくんですけれども、このミュージックビデオを撮影したのは約3年前ということで、今とは違ったちょっと初々しい私たちの表情だったりダンスだったりにぜひ注目してもらいつつ、まあ、先ほどお伝えした歌詞もよく見ていただいて感じていただければなというふうに思います。イベントやライブの開催が中止になってしまってからかなり時間が経っているんですけれども、やっぱり皆さんに会えない日々が続くのはとっても寂しいなという気持ちで私もいっぱいです。またライブができる日が来ればいいなというふうに思っていますので、まあ、その時までみんなで一緒に Just Try ということで挑戦していきましょう。みんな一緒に頑張っていきましょう。改めまして、結成5周年、今まで皆さんたくさんの応援を本当にありがとうございました。そして6年目からも椿ファクトリー、これからもっともっと頑張っていきますので、変わらずの応援をぜひよろしくお願いします。ということで、以上、椿ファクトリーの尾形梨沙でした。バイバイ。
思い、しなくていいことなのに、ついついやってしまうね。責任だけがのしかかって、権限なくて何の決まらん。ほらほら不思議でしょ、おーおーおー。辛い辛い言ってたって楽にはなれない、嘆いたって仕方ない、仕方ないのに。ハッピーハッピー言っていたら楽しくなるよ、言霊とはいかなる力。 Just try, just try。 今日ダメでも明日ならできるかも。 Just try your best、 ダメ元でもいいじゃん。好きにはなれない、ぼやいたって仕方ない、仕方ないけど。寒い寒い言ってたって熱くもならぬ、人間とはいかなるものか。 Just try, just try。